業種別サンプルアップ、工数管理ツールを使ってみようを始めさせていただきます。私は株式会社 ID タッチの石川直人と申します。本日で入社してちょうど1年になりまして、ファイルメーカー歴も同じく1年になります。弊社は熊本県にあり、クラリスファイルメーカーに特化したオリジナルシステム開発及び保守を行っております。クラリスパートナーをさせていただいております。工数管理ツールは、クラリスファイルメーカー業種別サンプルアップ集のこちらにあり、無料で公開されています。こちらをクリックして、下の方にあるダウンロードボタンからダウンロードできます。ホームページで確認します。こちらに工数管理ツールがありますので、クリックして、ここからダウンロードできます。それでは目次です。最初に工数管理ツールの概要。次に、このサンプルアップを使用するのに必要な初期設定として、設定、各種マスター登録、カレンダー。次に作業の登録。最後に、非別詳細の機能と操作について説明します。1、工数管理ツールの概要についてですが、生産製造現場において、必要な作業ごとの工数を非別に管理することができます。毎日の朝礼などのタイミングで当ツールを利用することで、当日の作業予定工数の確認や、作業担当者の確認、当日不在者の登録など、作業前の確認に役立てることができます。各種マスター登録に加えて、シフトの登録、カレンダー表示、作業一覧など数多くの機能を備えております。ログイン情報として、管理者はアカウント名とパスワードがアドミン、一般はアカウント名がユーザー、パスワードはなしでログインできます。2、初期設定の中の設定について説明します。ここは管理者のみ編集できます。ご覧の4つの項目の設定を行います。実際にファイルを見てみます。設定のボタンはこちらにあります。アプリ名とロゴはここで変更でき、トップメニューに反映されます。このサンプルアップでは、参考体制、日勤あり、4班を前提としています。シフトは、それぞれの直の勤務日数と勤務後の休日数に何勤何休暇を登録してください。班は A、B、C、D としていますが、変更することもできます。これで設定は完了です。3、初期設定の各種マスター登録ですが、すべて管理者のみ編集できます。マスターは、不在区分マスター、不在理由マスター、担当者マスター、作業場所マスターの4種類があり、それぞれ追加、削除が可能で、担当者マスターのみ検索ができます。ファイルを見てみます。不在区分マスターのボタンはこちらにあります。不在区分マスターですが、不在者登録時に入力する不在区分の選択肢になります。例えば、年休や出張などです。工数ですが、こちらの数字は何分不在になるかを登録します。例えば、ナンバー1の年休でしたら、丸々1日不在となりますので、8時間かける60分の480分と登録します。ナンバー2やナンバー3の AM 年休や PM 年休でしたら、半日不在となりますので、半分の240と登録します。こちらに使用中とありますが、何らかの理由で使用しなくなった区分は、使用中の丸を外してください。
使用中を外すと選択肢に出てこなくなります。こちらのボタンで削除できるのですが、過去のデータに使っていないことを確認して削除してください。この使用中と削除については、他の3つのマスター編集画面でも同じです。不在理由マスターのボタンはこちらにあります。不在理由マスターですが、不在者登録時に入力する不在理由の選択肢になります。担当者マスターのボタンはこちらにあります。担当者マスターでは担当者を登録します。実際に登録してみます。日勤の方は日勤を丸に、交代勤務の方は半を選択してください。工数集計の対象に該当する方であれば、ここを丸にしてください。作業場所マスターのボタンはこちらにあります。作業場所マスターでは、作業登録時に入力する作業場所の選択肢になります。4、初期設定の最後のカレンダーについて説明します。初期設定ではありますが、毎年設定する必要があります。カレンダーでは、カレンダーの追加と削除、シフトの設定とクリア、不在者の登録と削除、不在者履歴の確認・検索ができます。不在者の登録と削除以外は、管理者のみ編集できます。ファイルを見てみます。カレンダーのボタンはこちらにあります。カレンダーは1年分の日付を作成後、休日か稼働日かと各班のシフトの設定が必要で、このサンプルアップでは全ての入力が完了している状態です。長期休暇やシフトは皆さんそれぞれだと思いますので、設定し直す必要があると思います。1日ずつ年末まで手入力が基本なのですが、4班3直か3班3直であれば、一括で設定することもできますので、一度4班3直でやってみます。今回はゴールデンウィーク明けからシフトをクリアして再設定します。年始でもお盆休み明けでも基本的に同じ方法です。ゴールデンウィーク明けからシフトをクリアしますので、2024年5月6日以降をクリアします。こちらの直クリアボタンを押し、クリア実行ボタンを押します。こちらで入力した日付以降をクリアしますので、2024年5月6日と入力し、OK ボタンを押します。クリアされましたので確認します。稼働日はクリアされず、シフトのみクリアされますので、長期休暇もクリアされていません。稼働日に変更があれば、稼働日をクリックし、手動で変更してください。それではシフトを再設定します。こちらの直設定ボタンを押すと手順が表示されます。1、全班が休みの日の稼働日欄をクリックし、休みにしてください。今の状態は、すでに1班が完了している状態です。2、各班に最初の休日が終わるまで直を入力してください。皆さんそれぞれカレンダーやシフト表、勤務表などがあると思いますので、それに従って最初の休日まで入力してください。
こちらが最初の休日まで入力した状態です。D 班は5月6日が休日になるのですが、一括設定のスクリプト上、休日前が何直なのかが必要ですので、次の休日まで入力します。この入力を間違えますと、自動設定に影響しますので、よく確認してください。日勤は入力不要です。準備ができましたら、3、設定実行をし、必要条件を入力し、OK を押してください。設定する年を指定しますので、2024と入力し、OK を押します。設定されました。4、直設定しましたが表示されたら、OK を押し、内容を確認してください。5月6日以降を確認します。各班、日勤とも問題なく設定されています。これは年末まで設定されています。5、必要であれば調整してください。イレギュラーなシフトの日があったりしたら個別に調整してください。6、間違いがあれば直クリアを参照してください。例えばお盆休み以降シフトの再設定が必要であれば、先ほどのゴールデンウィークと同様、直クリアと直設定を行ってください。この作業は毎年必要です。次に不在者の登録削除を行ってみます。本日の5月31日に登録してみます。こちらをクリックするとポップオーバーが表示されます。追加してみます。担当者を選択します。不在区分を選択します。こちらの不在コースは不在区分マスターで登録したコースが自動で入力されますが、変更もできます。不在理由を選択します。こちらも変更可能です。こちらに表示される数字は不在者の人数です。ポップオーバーを閉じるとこちらの工数が自動で計算されます。工数フィールドをクリックしても再計算されます。この工数の計算方法ですが、工数対象者でこの日の出勤者の人数×480分引く不在者の不在工数で自動計算されます。フッタにある追加と削除ボタンですが、年単位でカレンダーの追加と削除ができます。こちらの不在者履歴ボタンですが、管理者しか表示されません。履歴とはしていますが、未来も含めて不在者の全データが表示されます。管理者目線でいろいろ検索していただければと思います。ここまでが初期設定となります。ここからが日々の業務になります。日別詳細を使用するにあたり、作業を登録する必要があります。それでは、5、作業一覧について説明します。作業一覧、作業明細ともに、追加、編集、検索、そして管理者のみ削除ができます。ファイルを見てみます。作業一覧のボタンはこちらにあります。こちらが作業一覧です。作業は
作業と明細で構成されています。作業が親で、明細が子供という関係になります。このサンプルアップは、生産設備工場のメンテナンスをされている現場を想定して作成していますので、それらしく登録してみます。では、追加します。作業場所を選択します。作業責任者を選択します。作業名を入力します。プレス機、移設工事とします。こちらの画像ほかに、工事に必要な資料、例えばこの工事ですと、工場の図面などを保存することができます。iPad を現場に持っていけば、現場で確認することができます。作業明細は最低1件必要です。入力してみます。作業日に本日の日付を入力します。開始時刻を9時、終了時刻を12時。作業場所を選択します。作業担当者を選択します。作業担当者は2名以上ですと文字がオレンジ色になります。作業内容を入力します。移設先準備とします。もう1件登録します。作業日を明日の6月1日、時刻を13時から17時。作業場所と作業担当者を選択します。作業内容を移設、試運転とします。明細にもそれぞれ画像ほかがありますので、例えば作業手順の動画や設備の電気配線図面など保存することもできます。こちらの作業予定工数は、この集計ボタンを押せば、開始時刻と終了時刻と作業担当者の人数をもとに自動で計算します。変更も可能です。ヘッダーには先ほど登録した親の作業が表示されており、こちらの開始予定日は明細の一番早い作業日、終了予定日には一番遅い作業日が表示されます。こちらの工数には、作業明細の作業予定工数の合計が表示されます。こちらの完了日には、すべての作業明細の完了日が入力された際に、一番遅い完了日が表示されます。例えば、こちらの完了日を6月7日、こちらの完了日を6月14日とします。遅い方の6月14日が表示されます。作業一覧に戻ります。こちらの明細の虫眼鏡ボタンの数字は、作業の進捗状況を表し、登録された明細件数のうち何件完了しているかを表しています。こちらの3分の3ですと、3件すべて完了しています。こちらの4分の1ですと、4件中1件完了していることを表しています。最後に、6、
非別詳細です。主に、工数確認、作業の確認、追加、編集、不在者の登録と削除、管理者のみ不在者履歴の確認ができます。ファイルを見てみます。非別詳細のボタンはこちらにあります。こちらがこのサンプルアップの肝となる画面です。まず、チームの全員がそれぞれ iPad を持ち、この画面を見ながら朝礼などを行っているところをイメージしてみてください。それでは説明します。本日分の内容が表示されます。上から日付があり、左右にある矢印で、1日単位で日付を変更できます。こちらは、予定工数と保持工数で当日の負荷率が自動で表示されます。本日の負荷率は 14% になります。右側は直別のメンバー表です。担当者がオレンジ色になっているのは3人以上の担当者がいることを表していて、担当者をクリックすると全員表示されます。連絡事項はすでに入力してありますが、変更追加もできます。全員参加。こちらの資料1から4には PDF など保存できます。こちらが不在者の情報です。先ほどカレンダーで5月31日に登録した不在者が表示されています。当日急遽不在者が発生した場合はここでも登録ができます。では急遽出張が入った人が出たということで登録してみます。不在者を追加しましたので、保持工数が減り、負荷率が 14% から 15% になりました。こちらの履歴ボタンは、個人別の前年の1月1日からの履歴を管理者のみ確認することができます。担当サブローさんの履歴のみ表示されます。ここから下は作業明細の未完了分が表示されています。上から本日までにすでに終わっていなければならない作業、本日すべき作業、明日以降予定されている作業、本日完了した作業です。これらで作業の進捗を把握することができます。作業名以外、すべてのフィールドは編集することができます。右側のボタンを押すことで、作業明細、いわばこの作業のファミリーの確認、編集もできます。下にある数字は、登録された明細件数のうち何番目かを表示しています。例えばこちらの5分の3ですと、5人兄弟の3番目ということになります。次に、工数関係について説明します。本日の負荷率が 15% と余裕がありますので、納期遅れ作業にある5月9日に作業予定だった工事 D1 を本日に移動させます。作業日を本日に変更することで、納期遅れから本日の作業予定に移動しました。負
負荷率が 15% から45%に増えました。まだ負荷率に余裕がありますので、明日以降の作業予定の移設・試運転も本日に移動させます。作業日を本日に変更することで、明日以降の作業予定から本日の作業予定に移動しました。 45% だった負荷率が最終的に 65% になりました。新たに作業を追加したいときは、こちらの作業追加ボタンを押してください。また、作業が完了し、完了日に本日の日付を入力することで、本日完了作業に移動します。こちらの画像ほかには、iPad で撮影した作業中や作業後の写真など保存することができます。こちらの作業内容にどのような作業を行ったかを入力することで、作業の記録や報告としても活用できるのではないかと思います。17時、製造部へ引き渡し。以上のように、工数管理ツールを使用することで、最近では特に貴重な工数を有効に活用し、管理することができます。工数管理ツールの各種機能と操作方法の説明は以上になります。このサンプルアップが少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。本日はご参加ありがとうございました。